7月4日木曜日の全国の天気をお伝えします。北陸や東北日本海側にかけては前線の影響で午前を中心に雨が降りやすく、特に北陸では雨が強まる可能性がありますのでお気をつけください。その他の東日本から西日本にかけては広く日差しが届く予想です。ただ大気の状態が不安定となり、急な雨の可能性がありますのでお気をつけください。そして北海道では日本海側を中心に雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。外出の際は折りたたみの傘などあると安心です。そして沖縄では引き続き夏空が広がります。気温につきましては、今日もかなり気温が高くなるところ多くなります。東京の最高気温は35度、その他も35度前後まで気温が上がるところがあります。熱中症対策万全に行ってください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。